皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日はですね、先月一度お話をしましたが、聖書の中の有名な言葉シリーズ第2回目です。今年はさよならキリスト教というテーマでお話してますけれども、日本からキリスト教がなくなってしまうかもしれないという、危機感を持って喋ってるわけですが、その中でも日本の人たちに、覚えられているというか、印象強く残っている聖書の言葉が結構あるわけですね。それを取り上げてお話をしているわけですけれども、ここに挙げられているようなものは一部ですが、目から鱗が落ちるとか、働かざる者食うべからずとか、狭き門より入れ、求めをさらば与えられ、豚に真珠、目には目を、歯には歯をという感じですね。結構皆さんよく知られてるわけですね。で、もう聖書からの聖書の言葉だということすら忘れ去られているようなものもあるわけですけれども、大体全部これ文語訳ですよね。古い言葉であると。要するにこの言葉が日本に広まったのは結構昔なんですね。明治とか大正期に、広まったというのは、一つは当時の人たちにとってはこれらの聖書の言葉はとても新鮮だったということですね。なので、キリスト教ってこういうことを教えてるんだとか、こういう言葉があるんだというようなことが、驚きを持って受け入れられた。あるいは当時の文豪たちがね、こぞってキリスト教を、学んでというか、あるいは入信した人もいますけども、その西洋の人たちの、精神的な土台となっている聖書がどういうものかということをみんな学んで読んで、それを紹介するというようなこともあって、こういう言葉が広まっていったわけですが、でも誤解されていることが多いんですね。どうもその聖書の真意と、少しこうずれて人々に覚えられてしまっているということがあるので、このシリーズではじゃあ本当はどういう意味なのかということを、また改めてね、確認しましょうということであります。で、今日はこの一番下に書いてある目には目をですね、目には目を、目を、歯には歯を、よく皆さんもお気になることがあると思いますけれども、実はですね、一番最初のこれ前回も紹介したんですけれども、いわゆる文語訳として知られているものは大正時代に、訳し直されたものなんですね。で、一番最初のオリジナル の文語訳は明治訳っていうのがあって、でこれはその私が手に持ってるのは前にも紹介しましたけど明治訳なんです。私の祖父が持っていたもので、でこの明治訳の聖書はこれは大正3年版なんですけども、発行所は米国聖書会社になってます。日本では発行してない、できてないんですね。印刷所は神奈川県横浜市の福音印刷合資会社となっているので、もちろん外資でね、作った会社じゃないかと思いますけれども、発行者もケイ・アウエルというアメリカ人の人の名前になっています。つまり外国の、アメリカの宣教師団がお金を出して、印刷したんだと思います。ちゃんとこれ革のボロボロですけど革の表紙で金縁になっています。紙はめちゃくちゃ薄い、いわゆるバイブルペーパーというですね、当時この紙は日本になかったんじゃないかと思うんですけど、それにはここに挙げてあるように書いてあるんです。マタイ伝、マタイは文語訳なので漢字ですね。馬に太いとか言って、当て字ですけども、マタイ伝5章38、目にて目をつくの日となってます。これ償いですね。償い、目にて目を償い、歯にて歯を償のえ、償えですね、償えでしょうか、と言えることとあるは何時らが聞きしところなりですね。この何時ってこれ読めませんね。これ何時らが、最初のは何時と読むんですけど、らがこの軍曹の曹というですね、何時らが聞きしところなりというのが、明治時代に最初に日本の人たちに伝わったこの目には目を、歯には歯をの部分なんですね。つくのいっていうか、つぐないのところは、ないんですけども、これは対照訳になるとこ、つぐないがなくなってるんですね。
目には目を歯には歯をというふうになっているので、まあ、そちらの方が一般になったんじゃないかと思いますけれども、でこの目には目を歯には歯をというのはどういう意味かということをまあ、いろんな辞典とかねそういうものに説明が載ってるんですけどもインターネットにあったことわざを知る辞典というところにこういうふうに書いてあって、まあ、ほぼほぼ同じ表現なのでこれを載せてますけれども、他人の目を害した者は自らの目を持って償い、歯を害した者は歯を持って償わなければならないと、ね、で被害と同等の報復を行うのが当然だとする例えってなってるんですね。でこの被害と同等の報復を行うのが当然とする例えというのが日本の人たちに、多分今みんなそう思ってるんです。目には目をっていうのはやられたらやり返せという意味って多分思ってますよね。特にその中東でいろんな問題が起こった時に目には目を歯には歯をだからあいつらはやってるんだみたいな感じに思われていると思いますけど、まあ、これから説明しますが決してそのやられたらやり返せっていうことをこの言葉は、なんか奨励してるわけじゃないんですね、うん、でもどうもそのやられたらやり返せって目には目を歯には歯をだっていうふうに、まあ、人口に解消してしまったというかね皆さんに、覚えられてしまった感じがあるんです。で実はこの目には目を歯には歯をっていうのは旧約聖書オリジナルではないんです。旧約聖書以外にも同じような法律っていうかルールがあるんです。で一番古いのは皆さんも世界史とかで聞いたことあると思いますけど、ハンムラビ法典っていうのはね、ハムラビ法典って聞いたことあります？ある？うんうんって言ってるけど皆さんありますね。紀元前1700年ぐらいですね。で旧約聖書は、まあ、いつか正確に分かりませんが紀元前多分古いとすると紀元前で1400年とかそれぐらいのもの、それから古代ローマ法っていうのがあってですね、これはでも法律の領域では有名らしいんですけども、十二兵法というのが古代ローマの最初の成文化した法律としてあるらしくて、これは紀元前450年くらいなんです。でハムラビがあって旧約聖書があってローマ法があるので、まあ、ハムラビから旧約が、引っ張ってローマ法は旧約から引っ張ってるのかもしれないですけど、その辺の連関は分からないんですけども、まあ、いずれにしても聖書だけではないということですね。でちょっとそれぞれ見てみたいと思うんですけど、ちょっと世界史のお話って感じですが、ハンムラビ法典というですね、このハンムラビというのはあるいはハムラビですけれども、古代バビロンの最初の王様ですね。バビロニア帝国を最初に作った、一代にして巨大帝国を作った大変優秀な人であったようです。でこのハムラビ法典にですね、これが私が調べたハムラビ法典の原文ですね、まあ、もちろん訳してますけれども、何と書いてあるかというと、これはタリオのタリオっていうのはイクオールという意味らしいですけども、まあ、原則としてこの後のどうも法律の世界では知られるようになった、今日法律の専門家の方もおられるのであんまりそのこと言えないんですけど、後でちょっと確認したいと思いますが、同害応報のルールってですね、同じ害をもって報い合うというルールを最初に作ったものとして知られているようなんですけども、人もし自由人の目を傷つけたる時には彼自身の目も傷つけられるべしって書いて、人もし自由人の骨をくじきたるときには彼自身の骨をもくじかるべし、人もし同階級の人の歯をくじきたるときには彼自らの歯もくじかるべしですか、ね、くじくって読むんですかね、これつまりこれ自由人とか同じ階級の人に限られてる法律なんです。だから奴隷とか下の階級の人にやってもそれはいいみたいなんです。もっと軽いんです。だからあくまでも自由人同士でやった時には目を傷つけたら目を傷つけなさい、骨を怪我させて骨を折ったら骨を折りなさいですね。まあ、同害応報という、法律で、これもうやられたらやり返せということじゃないんですね。この後も出てきますけれども、目を
潰されたら目以上のことはしてはいけないってですね。それ以上の、まあ、人間やりたくなりますから、一発殴られたら10発殴り返したいけれども、そうじゃありませんということを紀元前1700年に決めてるんですね。素晴らしいなと思いますけど、でこれがね現物です、はい、全く読めませんが、これちゃんと今出てくるんですね、こういうのが、はい、石に刻んであるんです。だからこのさっきの百何条って、だから学者はこれを読むんですね。すごいですね。くさび型文字っていうんでしょうかね。どれがどう文字なのか分かんないけど、ただ1700年前のやつが出てくるんですから、すごいですね、うん、でこれをちゃんとこう刻んで、でこれに基づいて国を治めたんですね。それからちょっと順番変わりますけれども、この十二兵法というローマのね、古代ローマの法律ですけれども、これは古代ローマにおいて初めて定められた成文法であると、いうことで知られておりますけれども、で12枚の銅板に記されたとされる伝承に由来して、まあ、十二兵法と言われるそうですが、でそれの第8兵というところがあってですね、そこにもし誰かの手足を害しそのものと和解しなければ同害とされるって書いてあります、ね、これさっきのとちょっと違うのは、もし和解しなければっていうところが面白いですね。和解が成立したら手足を害しても相手を同じようにする必要はないわけです、ね。まあ、例えばお金でね、まあ、許してやるわということになればやらないけれども、もし和解が成立しないときは同じように、な害を受けなさいというのがこのローマの十二兵法というね、まあ、面白いですけども、でこれ、まあ、復讐の限度を定めた法律と言われてですね、まあ、先ほどの、まあ、似たようなことですけどね、そのでも、まあ、これ以上は復讐しちゃいけないというようなことですけども、和解が前提であることが、まあ、大変興味深いですね。そして、まあ、旧約聖書ですけれども、これは律法の中に何度も出てくるんです。何度も出てくるんです。出エジプト記もレビ記も申命記も出てくるんですね。で非常に律法の教えの中でも、まあ、重要な位置を占めていることじゃないかと思うんですが、これ出エジプト記の21章ですけれども、もしその他の損害があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならない。だからリアルですね。生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならないとなってですね。償わねばならないということは、加害者側の過料の限界。だからやった方がこれを持って償いなさいと言ってる。だから復讐する、これ以上復讐しちゃいけないという意味ももちろんあるでしょうけれども、やった人はそれと同じことを自分もしなきゃいけませんよという、まあ過料というんでしょうかね、今の言い方をすると、つまりまあやった罪に対する報いとしてこれだけのことをしなきゃいけないというふうに定めているのが、これがまあ旧約聖書のまあスタンスですよね。相手に危害を加えた場合、同様の目に自分も遭うことで過料とすると、でそれ以上のことはありませんというような、だからまあ同じような目には目を、歯には歯をという、ルールなんですけども、まあ、大体似たようなことを言っていて、で決してその最初にも言いましたけども、やられたらやり返せって言ってるわけじゃないんですね。だからそれ以上復讐しちゃいけないとか、あるいはこれだけやってしまったら同じことを思って償いなさいというふうに、まあ、そういうことでこうやっぱり社会っていうかね、そのルールを秩序を守ろうとしたルールじゃないかと思います。なぜかというと、やっぱり人間にはやられたらもっともっと復讐したい、もっとやりたいという気持ちが働くから、それがないようにということ、それで同じことをされるんだったらやっぱりやっちゃいけないよねというですね、その罪を犯させないようにするためのそういうブレーキの役割、そういうのもあるんだと思うんですね、で未だにイスラムの国ではこのルールらしいですね。僕も、まあ、厳密に調べてはないですけど、だから右目を潰されたら右目潰すとかっていうふうに、
怖いですけどねでもそういうルールがある、まあ、地域もあるみたいですね。全てじゃないみたいですけれども、まあ、もしそうだとすると犯罪が減るかな、どうですかね、うん、まあ、今はもちろん、同等の過料を、まあ、懲役であるとか罰金であるとかという形で、払って、それで罪に対する罰を与えてるということでこの社会の秩序を、ね、維持しようとしているわけですけれども、まあ、オリジナルはそういうことのようですね。でところがですね、この教えをイエス様が改定したんです。法律改定したんですね。で聖書の教えの中心はむしろこっちにあるんですけど、こっちよりも目には目歯には歯が強烈にいっちゃってるんですけども、マタイの福音書5章の38節ですけれどもからこういうふうにあります。あなた方も聞いている通り目には目を歯には歯をと命じられていると。だから旧約聖書の律法を、ね、引用して、しかし私は言っておくと悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい。あなた方を訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者には背を向けてはならないというですね。これはまあ、改定というよりも、もう新しい法律と言ってみるぐらいですね。そもそもこの悪に悪をもって報えるなというですね。悪人に手向かっちゃいけない。悪いことされても手向かうな、歯向かうなと、そういうふうにはっきりおっしゃっているだけではなく、もっとやらせろっていう、やらせるように仕向けろっていう、右の方を殴られたら叩かれたら左の方出せっていうんですからね。叩かれたら我慢しろじゃないんですよ、ね、叩かれた一個こっち叩かれたらこっちかこっちどうぞってこう出しなさいっていう、ね、上着も取られましたと、ね、そしたらあ下着いかがですかっていう、ね、いや笑いますけどそういうことでしょ、ね、行きたくもないのに無理やり1ミリオン行きなさいっていうのはですね、よくその当時ローマの兵隊がその辺にいる人を捕まえては担がせて物を運ばせたそうなんですよ、ね、でなんかやっててもお前ちょっと来いっつってこれ運べって言われるわけですけど、運んでもうちょっと行きましょうかって言えって言うんですよ。とんでもない話でしょ、黙って運べてもないし、いやさらに やれと、ね、求めるものには与えなさいって、いやいやいやそんなことしたらね大変なことですと、もうみんなその通りやっちゃったら全部取られちゃいますと、借りようとする者には背を向けるな。これはもう法律じゃないです。もうこうなったら、ね、何でしょうっていう感じですね。ね、実際こんなことやったらですね、社会の秩序は壊れるんじゃないでしょうかね。どうですか。こんなことを許したら、若者はどんどん悪いことしますよ。ね、よし、クリスチャンに金借りに行こう、ね。そう書いてあるんだから、お前らイエスの弟子だよなって。求めるのに与えろと書いてあるからくれるのかって、あはいみたいな、昨日クリスチャン辞めましたみたいな、左の方右の方を殴られたら左の方を出せっていう、今から殴るけど半分出せよみたいなですね、片っぽ出せよみたいな。でもイエスはそう言われたんですよ。どんどん悪いことになって、そもそも目には目歯には歯をっていうのは最初にも言いましたけども、社会の秩序を守るための法律だったわけじゃないですか。まあでもそれ以上やらないようにっていうですね。でもイエス様の法律を、これが新しい法律になっちゃったらもうめちゃくちゃになるんじゃない、やりたい放題悪いやつがどんどんやっていくんじゃないかと。でもイエス様はそのようにおっしゃったんですね。でまあ、今の話をちょっとまとめるとですね、まあ、悪いことをされましたと、ね、でそれに対して
さっきお話をしたハムラビ法典とか旧約聖書とかローマの法律は、まあ同等の罰を受けなさいというですね、同等罰、同等法音のルールです。でちょっと進んで何もするなって言った人がいたんです。無抵抗、これはトルストイとかガンジーですね。トルストイやガンジーは無抵抗を進めました。はい、まあガンジーはね実際それをやったんですけども、やられても無抵抗だと、無抵抗であることで、まあ、抵抗するというかね、何もしない、っていうことを。でもイエス様はさらにやらせようって言ったんですよ、ね、無抵抗じゃないんです、さらにやらせろって言った。この違いはとても大きい、ね、でもこれがイエスの教えです。まあ、なぜそこまでやるのかということは、まあ、この先ほど読んだ5章の38、34というのは、まあ、ご存知のようにマタイの5章から7章が三条の水訓と言われるね、イエス様の教えをまとめたもので、これは神の国における新しい法律と言われているんですね。あるいはイエスの弟子に与えられた法律と言われています。でそこになぜイエス様はこのように教えられたのかということの理由がちゃんと書いてあるんです。5章の17節にですね、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、いや廃止するためではなく完成するためだと。つまりイエス様からしてみると、まあ、先ほどの目には目、歯には歯を含んだこの律法ですね、旧約聖書、これは未完成なんだと。それを完成させたいんだ。かつてはそのように言ったけれども、別にそれは間違っていたわけではなくて未完成であったと。それを完成させるんだと。完成させるためには目には目を、歯には歯をじゃダメなんだと。無抵抗でもダメなんだと。やられたらもっとやってくださいって言わないと完成したことにならない。まあ本当これは世界をもうひっくり返す教えですよね。でさらにこう書いてあるんです。5章の48節。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと。天の父が完全であるように、あなた方も完全なものであるためには、目には目、歯には歯をじゃダメだと。やられたらやり返すじゃない。やりやられたら黙ってるじゃない。やられたらもっとやらせろ。それが天の父なんだと。それが天の父の完全性なんだと。天の父とはそういう方なんだ。あなた方は天の父のようになりたいんだったらそうしなきゃなれないんだ。無理だって感じですね。天の父はそうなんだと。でも皆さん、天の父が完全であると言われてるけど、って感じですよね。天の父右の方向殴られてないしなとか、でもこの言葉は、まあ、天の父から使わされた 神の子であるイエス様の言葉ですから、つまりイエス様はこうおっしゃりながら言った本人の責任を抱えてるわけです。そうですよね。そう言ったということはご自分が、あるいは自分を使わせた天の父はそうであるということを実際にそのようにしなきゃいけない。だこの言葉は神ご自身に向けられたということですね。じゃあ天の父はどうされたのか。右の方を打たれたら左の方を出しなさいと、そうイエス様をして言わせた天の父はどうされたのかということですけど、実は私たちは自覚してないけれども、実は天の父の右の頬を打ってるんです。イザヤ書の59章を見るとこのように書いてある。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを防いでいるのだと、妨げているのだと。お前たちの悪が
神とお前たちとの間を隔てている。私たちが神に罪を犯していることで神との関係が壊れている。神の御顔を隠させているし、神が私たちに耳を傾けるのを妨げている。神、私たちは無意識ですけど神の右の方を打ってるんです。私たちを作りくださった神様に背いているというのはそういうことです。そんな意識ないですよね。神様の方を殴ったかなと思って、そんな滅相もないと思うかもしれないけど、実はそうなんだ。私たちは知らないうちに神様の右の方を打っている。確かに私たちを作りくださったこの神を神として崇めず、自らを神としてこの神がお作りになった美しい世界を破壊しているというのは、神の右の方を打っているのに等しい、あるいはそれ以上のことだと言わざるを得ないですね。私たちは神の右の方を打っている。それに対して神はどうされたか、どうされましたか。左の方を向けられた。それはご自分の一人子を私たちのところに送って、私たちの罪の身代わりにされた。まさにこれは左の方を出されたということじゃないでしょうかね。しかしまだ私たちが罪人であった時、つまり私たちが神の身の方を打っている最中に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されました。私たちはこの神の右の方を打って、神はそれに対して同等の報いを私たちに求められましたか。求めてないですね。求めたら大変なことですよ。黙っておられましたか。そうでもない。いや、むしろもっとやらせたんですね。つまりご自分の愛する一人子を私たちのところに送って、私たちにその一人子を殺させたんです。強烈な左の方法ですよ、これ。そうじゃないですか。私たちはそれに気づいてないだけです。でもイエス様は自ら、天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいとおっしゃって、右の方を打たれたら左の方を出せと言われた、その言葉にはご自分の命がかかってたということです。強烈なメッセージですよ。ただね、努力目標として右の方を打たれたらね、まあ辛いかもしれないけど左の方を出してごらんと、いいことあるかもしれないよとか、そういうことじゃない。この右の方を出されたり左の方を出せっていうこのイエス様の言葉には自分の命がかかってたということです。ものすごいこれは強烈なメッセージなんです。そういう意味からすると私たち気がついてない、ね、単なる努力目標じゃないです。天の父はそうされましたということです。事実として完全であられた、そのことによって神の愛が私たちに伝わった。いや、左の方を出さなければ神の愛は伝わらないからなんです。だから天の父が完全であるよ、あなた方も完全でありなさいというのは、もしあなた方が神の愛を伝えたいんだったら、私がやったように、私がされたように、あなた方も同じようにやりなさいということです。同等の報いを求めるなんかとんでもない。黙っててもいけない。もっとやらせなさいと。そのことによって神の愛が伝わるんだよと。このメッセージですよね。このメッセージが聖書の真髄です。これこそがキリストのメッセージですね。聖書の教えです。でも日本の人たちは聖書は目には目、歯には歯をって言ってるじゃないかって言ってですね、やったやり返せって言ってるじゃないかってですね、そこだけ切り取ってますけど、それはバージョンアップじゃないけど完全に新しい OS になってる。新しい OS って分かりにくいかもしれませんが、全く新しくなってる。イエス自身が
それを改定するために来られて、その改定を自らの十字架の上で達成されているということですね。アメン。つまりイエス様は神の左の頬であったということですね。これ自分で書いててね、そうかと思ったですね。初めて気がついたです。これをタイトルにしようかなと思ったんですけど、これ最初に書いても何のことか分かんないから書かなかったですけど、まさにレフトチークですよね。 Jesus is the left cheek、ね、英語でやり、来年クリスがどっかで説教する、うん、でも本当にそうでしょ、ね、私たちが知らないうちにそういうことが起こっているということを、感謝したいと思いますね。最初に読みましたこの文語訳、明治訳の後半もくっつけて、書きますとこういうことになるんですけども、目にて目を償い、歯にて歯を償いと言えることとあるは、何じゃらが聞きしところなりと、そういうことは聞いたでしょうと、されど我何じゃらに告げんですね。ここがいいね、文語は。されど我何じゃらに告げんって言われるとね、もうガツンとくる感じ、ね、されど我何じゃらに告げん、しかし私は言っておくとは違うんですよ。しかし私は言っておく、ね、されど我何じゃらに告げんって言われるとははって感じになるよね。悪に適することなかれするな、はっきり書いて、悪に適することなかれ人何時の右の頬を打たば、この打つというのが批判の日っていう意味でしょうかね。うん、人何時の右の頬を打たば、また他の頬をも巡らしてこれに向けよう。で、私がなぜこれわざわざ書いたかというと、この巡らしてっていう言葉がね、ちょっとびっくりでしたね。巡らして、こう殴られた巡らしてですから、回転しろっていう言葉ですよ。これうまく訳しましたね、ただ左の頬を出せじゃない、巡らして、確かに殴られたら巡らさなきゃいけない、ね、これに向けよって、これに向けよと、まあ、これが明治訳、ね、でもこれがキリストご自身、私はそうしたよと、そのメッセージであるということを私は改めてね、感謝いたしました。お祈りしましょう。天の父様、目には目、歯には歯をと言われているこの世界は、目には目では終わっておりません。何十倍もの報復合戦がこの21世紀になっても続いている。本当に人間の愚かさ、罪深さを私たちはまざまざと見ております。でもそれはすべて神ご自身に実は向けられている。私たちは神の右の頬を打ち続けているわけです。あなたはどれほどそれを痛み悲しんでおられることか。しかし神は私たちに同等の報いを受けさせませんでした。黙ってもおられませんでした。いや、むしろ愛する独り子を送って私たちの身代わりとしてこれを打たせられた。まさにここに神の完全があります。神の愛があります。左の頬なるキリストの愛を私たち知る者として、果たして同じようにできるかは甚だ自信がありませんが、しかしこのイエス様の言葉を心に刻み、わずかでもその足跡に続くものとならせてください。その時に私たちも神の完全に近づけることができる、そう信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。